IWGP ジュニア初体感から1年と2ヶ月、チャンピオンの風格とベルトにますます磨きがかかるエル・デスペラードだが、その前に現れたのは石森大治。昨年夏、王者としてタイトルをかけ戦った相手。あの石森に勝ったんだ。胸張って俺がチャンピオンだ。余計欲しくなっちゃったじゃないかよ。新日本ジュニアのツートップ、デスペラードとヒロムみたいな風潮が一時ありましたが、技術で言ったら確実にこいつの方が最高峰。強いやつに勝つ。だがそれだけじゃ足りない。俺を見ろ。もう一段俺が先に行くよ。西森、お前は俺の後ろ姿見てろ。見せつけるのはあの時よりも強い俺。ずっと狙ってんだよ。この挑戦者はすんごい強いのはよく知ってるんで。やりましょう。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、挑戦者石森大治 VS 王者エル・デスペラード。